はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、今日はノーカットでテロップなしでお送りいたしますので、まあ、資材置き場来とるんで、はい、ちょっといろいろなんか質問があったんで、ちょっと質問飛ばしながらみんなに声かけていこうと思います。はい、今日のカメラマンは誰ですか？はい、木村です。今日はマイク回ってる。あいつはやっぱり今ちょっとやばいのが映ったか。お前ちょっとやったってよ。ちゃんお前言ったってよ。はい、YouTuber です。ここ回してて。おお、すごい。一発一撃だね。あ、もう編集期間でな。そう。はい、どうですか？今何やっとん？綺麗にしてます。何を？道板を。これ何ていうの？道板っていうの？そう。何、どういう時に使うのこれ？質問攻めたって。ちょっと、この間の動画見たらもうちょっとカットしたな。そう、じゃあ手振って。はーい、堀川君ね。これ本当ノーカットでいっちゃうじゃん。テロップなしで喋ってけんとダメだ。はい。はい、じゃあもうこれ。これ、爆速。爆速。爆速1。爆速1号。普段こいつの動画撮るのは、多分30分撮って5分ぐらいしか使えない。爆速すぎて。これも本当ノーカットのね、雰囲気だね。はい、今、いいのは道板っていうものでした。何年目？2年目です。お前捕まった1時みたいな。これ自主性のメガネさんです。ドゥックくん、これもノーカットで上がるじゃん。メガネですね。メガネドゥックさん、ドゥック、私の足場資材のお使いを手伝ってくれてます。あ、そういうこと。すいませんね、営業がたまたま来たよね、カメラマン今日ね。そうです、これもちょっと資材が足りなくて、すみません。こいつ、ちょっと置いたなんとか、ここ来いわ。ちょっと忙しそうです。テラちゃん、そういうの来て意識しろ、カメラ。ノーカットですよ。あれ、このままでほぼノーカットだ。まあ、ちょっとね、本当にノーカットで申し訳ない。よし、お疲れ。ゆうさん、お疲れ様です。ちゃんと喋ってください。ノーカットで。待っちゃう、これノーカットで全部入っちゃう。本当に入る。もう腕がすごい。腕がすごい。今日どうだった、現場。ちょうど木村の現場。あ、マジか。ちょっと私の現場。やりづらい現場だ。そうっすね。営業で、まあ、こちら足場でな、初日だもんな、職人が。どこの地域？安城市です。ほんでもう今5時 ?6 時か。どう？3階建てですね。まだまだ全然これから、まあ、ノーカットに耐えれるレベルじゃない。じゃあ平野君どうか。メガネは最近メガネ。平野君、平野さん、ちょっとメッシュシートで隠したら。そうそう、ちょっとキラ、トラック紹介しよう。なんかトラックしょっちゅう紹介してほしい、紹介してほしい。トラックの紹介。ちょっとごめんね、ノーカットで。はい。これトラックの追加です。はい。100万丁真ん中に入れてるんですよ。はい。笑いすぎやで。笑ってますね。笑ってる。映しちゃうぞ。どうかったね。はい、お願いします。これ道チャンネルやで。道チャンネル。あ、これは。これ持つとなんか気が楽じゃん。これが1000にて。あ、1200シングル。1200シングル。お前はこいつ、緊張するかよ、まあ。シングル。はい。ブラケットこっち、ブラケット小物関係こっち。はい、ブラケット小物関係こっちにやったら、小物関係を後ろの方ですね。そしたらとここに置いて積み込みするときに1、2、3人ぐらいでこう一緒にできるもんで。ああ、そういうこと。まあ今資材置き場が小さいでもトラック1台ずつ何が8台ずつ、まあ、多い時8台ぐらい。そういうことか。だって結構きついんだよな、今。だから資材置き場今借りとるとこあるんだよ。反対側もちょっと紹介しよう。反対側は基本的にみんなでしょ。まあ見て、わかるか。ああ、そうかそうか、こういう感じだ。サブロックの。リフトは気をつけます。はい。ありがとうございます。サブロック、こういう風にやってるよ。サブロック。と、その後ろに乗って、どっちゃ。どっちゃっけ。基本的に一人で詰めるように。詰めるようにと。あ、一人用に。あ、向こうもね。向こうも一人で詰めるようにと、一人で下ろせるように、基本的には。やっぱりこう上に高積みしたりとか真ん中に乗せちゃうと、こうやってトラックの上に乗って下ろしたりとか、二人でやらないといけない。そういうことか。その分、手間になる。爆速の秘訣か。それが速さの秘訣です。速さの秘訣。じゃあ、新人二人ちょっと。なるほど。テラ、新人二人と。新人紹介です。はい。でもちょっとなんか持って。テラ、テラ。お疲れ。何お前、入ったばっかでテラにいきなり今文句言ったんだ。まあ、これ農家だとまずいぞ。文句言ってないですよ、はい。あっ、これ、あっ、お前だな、野郎。やばい、農家だとまずいわ。バカ野郎とか言っちゃってる。ちょっと受け止めてとか言って、止めねえんで。私にその技術がない。あ、入って、これ入って、並んで。あれ、入って何週間だっけ、2週間ぐらいです。ちょっと使えるようになった。結構動画出てる。
使えるようになった。使えるでしょこいつ。使えるようになった。やばい。うん、バリバリ、はい、自分的にはバリバリない、バリバリそうでしょ、まだまだ全然できない、まあ、ぼちぼち、もうぼちぼち、ぼちぼちです、はい、もうこう肩出さんでいいんだよお前カメラ意識しよう、意識しよう、お前何、どこが来た、カメラ向かって、カメラ神奈川ですね、神奈川、はい、来た、いくつ、19っす、今年緊張してるから、緊張してる初デビュー、動画初デビュー、まあ、この間ちょこっと撮ったけど、ちょこっと撮られた、まだあれ編集上がってないけど、神奈川からですか、神奈川来た、だってもう一人新潟だろ、え、もう帰っちゃったけど、塗装なんかだって、だってあいつじゃん、鹿児島じゃん、あ塗装来とるから、あ、桜島くん、すごいよ、YouTube 見てみんな来てくれてるしな、どう、はい、その通り、あ、そうっすね、この人は、この人は楽しい、楽しいっす、いつも通りっす、動画で見てんのとあんま変わんないっす、あー、ほんとこれ残ってたらまずいぞ、ちょ、なんか盛り上がってる、盛り上がってる、映りたがり、はい、はい、はい、こっち来い、あどっちがいい、は頭かかるの、こっちがいい、違う、お前それ動画でもあるからまずいぞ、まずいぞ、爆速、あ、爆速じゃない、あそこ、あそこだ、レゲンだ、レゲン、レゲン、あっちゃん、ちょっと動画後ですいませんね、すいません、いいて、僕だって面白くないです、面白くないか知ってるけど、じゃあ本当に本当に明日の動画ないで協力しよう、なんでお前そういう協力的じゃないの、お前ナトリがもうお前関東行く時お前連れて関東暇してないんだよ、おい暇してないんだよ、この後でちょっと見苦しいね、ちなみに中学校の先輩後輩なんだ、違う、違うです。あ、違う。でも、まあ、地元が、地元の、もう昔から一緒だ。地元の僕の1個の先輩。一緒に入っていたんだ。あ、一緒にはお前のが先だったな。僕のが早いです。一応、後輩。地元ね。地元帰ったら、あの、ペコペコですけど。ペコペコ。地元帰ったらペコペコですけど。だから、農家さん気をつけろよ。しょうがないこと言うたよ。しょうがないことってなんだろう。緊急用具を使ったら、お使いくらい。よし、じゃあ、最後、じゃあ、レジェンドにまとめてもらおうか。レジェンド、まとめてや。もうちょっと怖いね。レジェンド、怖いね。はい、こちらです、緊張しろ、緊張しろ、緊張しろ、どうでした、反響どうだった、あれはここは、ここも先輩後輩やな、あ、ちょ、ちょ、ストラミツさんとね、僕も先輩が、ちょっと俺もちょっとだけ、もうな、上司上司、ちょっとだけ、どう、え、動画の反響どうですか、一歩しかないもんね、あ、そうですね、また見たいって入ってたな、レジェンドは、本当ですか、嬉しいですけど、そうですね、解体チャレンジする、解体してみたいですね。解体チャレンジ。はい、楽しかったんで。解体チャレンジ。でもこいつ、レジェンドおらんとき、ちょっと、あ、余裕すけどね。いや、あれはメンバーだな。お前、上司くんお前、全然ちゃうよ、お前、いないの。これ多分、これカットや。これカット。今日帰ってそのままあげるの。で、明日朝設定して、まあ多分明日の朝設定になってるんで、本当にこれ前日動画です。なると思いますんで。あの、じゃあちょっと一言、はい、一言ちょっとじゃあカメラに、どういう系ですかね、カメラに、もうそれでノーカットだもん、もう大丈夫、本当ですか、じゃあもう流れてるんですね、これそのままですか、じゃあ皆さん、あ、ごめんごめん、超しゃべる、せっかくしゃべったから、ごめんごめん、あ、ジュックありがとう、詰め込んでくれた、あ、お前、けど映ったら情報出ちゃう、はい、じゃあ、みんな楽しく足場やってるので、ぜひ、あ、そうだね、でもこうやってなんか足場業界盛り上がるのがいいことだよね、こうやってうちもなんかこうやって3人4人来て、ね、結構嬉しいでしょ、やっぱ新しい、あ、嬉しいは嬉しいですね、本当に嬉しいよね、うん、なんかこうやってなんか本当にまあちょっとまあこれノーカットだって言えんけど、まあ、ちょっと安全うるさいこと書いてあると安全はきちっとしかなかったんだよ、これから、はい、まあ、業界が楽しくなんかわけわからん面白くなるというね、そう意味わからないこんだけの動画ないでしょ、多分あ、ないですね、足場でね、本当に思う、まああんまりノーカットで偉そうなこと言うとね編集者なんか上手量の言葉拾ってくれる、中級アボール喋らおかいてのだいぶ上手いこと言ってるけど、だいぶカットされてるんだねもっとエグいことだいぶ言ってるんだね、へぇ、楽しみに、あの、まあこれ最後になりますんで、ちょっと今日本当に申し訳なかったです、ちょっとテロップなしのノーカット動画で申し訳ありませんけど、あの編集また頑張って追いつくように頑張りますんで、うん、せーのでいこうか、はい、せーの、また見てね、また見てね、あ、あっちも映しちゃって、最後ショー、また見てね、はい、最後、また見てねー、あー、ピースしました、お前の動画見たらビビったんだよ、俺カメラ見てなかったんで、はい、ずっと、あ、いかんいかん、コメントやばいわ。